今日からここが俺の家か。俺はアキラ。今日から一人暮らしをすることになった高校生だ。お、意外と中は綺麗。あれ、お隣さん？ああ、どうも。今日からこの部屋に住むことになりまして。そう、私もよ。というか君若いわね。高校生？ここ単身者向けの物件のはずだけど。ええ、ここ親父のアパートなんですけど、事故物件が出ちゃって。借り手がいないって言うんで、俺が住むことにしたんです。え？事故物件なんかあったの？気づかなかった。ちなみに、家賃とか安くなったりする？まあ、多少は。本当？つかぬことを聞くけど、今から部屋を変えてもらうことってできる？できますけど、事故物件ですよ。大丈夫ですか？大丈夫！幽霊よりも奨学金の返済の方が怖いから！いや、本当に！大人の嫌な話を聞いてしまった。まあ、断る理由もないか。まだ荷物も来てないですし、親父が OK ならいいですよ。確認取ってみますね。返事早っ。お前がいいならいいぞ。OK 出ました。じゃあこれ。ありがとう。これからよろしくね。少し妙だけど、美人とお隣さんになったのは幸先がいいかもしれない。という浮かれ気分は、その日の夜に覆された。なんだ？誰ですか？こんな時間に。無理無理無理！やっぱ事故物件は無理！風の音とか猫の鳴き声とか思った以上に怖いんだけど！ただの環境音ですよ。そんなに怖いなら部屋戻します？それも無理！なら、ここに泊まります？え？いいの？いいも何も、実際こうして来ちゃってますし、朝までならいていいですよ。助かります。じゃあ、俺寝るんで。え？あ、はい。え？美人のお姉さんと一晩過ごすのに、落ち着きすぎじゃない？寝てる？え？私ってそんな魅力ない？もう、変な隣人のせいで、完全に寝不足だ。俺が起きた時にはいなくなっていたものの、また何かあったら襲撃されるんだろう。よう、アキラ、景気悪い顔してるな。やっと実家から出られたのに、もうホームシックか？違うわ。ちょっと変な隣人に当たってね。なるほどね。あんま困るようだったら、うち来てもいいぜ。遠慮しとく。耐えきれないってほどじゃないし、迷惑もかけたくないからな。別に迷惑じゃないけど。まあいいや。そんなお前に朗報がある。今日からうちに副担任が着任するらしいぞ。それのどこが朗報なんだ？なんとそれが、クールな雰囲気の美人女教師って話なのよ。へえ、それは楽しみだな。席につけ。今日は新しい先生を紹介する。どうぞ入ってください。はじめまして。今日から皆さんの副担任になる大谷葵です。あ、言っただろ、美人だって。ってどうした？何か相談事などあれば遠慮なく声をかけて。え？クールな美人ね。えなんで君がここにいるのかな。ここの生徒だからですけど。そうだろうけど。っていうか君、2年生じゃない。1年の時は実家から通えてたのに、わざわざ事故物件に引っ越してきたの？まあ、俺にも事情があるんですよ。ん？それより驚いたのは俺の方ですよ。まさかこんなことになるとは。確かに、お隣の美人なお姉さんが副担任というのは驚くでしょうね。俺が驚いてるのは、あんな頼りない人が。職場じゃクールな雰囲気出してることですけど。そっち？いいの、そこは触れないで。あと、私はまだクールキャラでやってくこと諦めてないから、昨日の一件は秘密にして。言いませんよ。っていうか、それ言うために呼び出したんですか？ええ、大事なことだからね。あ、それともう一つ。昨日は君がさっさと寝たせいで、私は床で寝る羽目になったんだけど。客用の布団なんかないですからね。隣なんだから自分のを持ってくればよかったじゃないですか。
嫌よ、あの部屋に帰りたくなかったし。やっぱり全然クールじゃない。妙なことになったな、お隣さんが副担任なんて。本当はヘタレのくせにクールキャラ装ってるし。ん？カレーの匂いがするんだけど。今作ってますからね。寝してろ、私持ち帰りの仕事やっててご飯作る暇もないのに。悪魔。多めに作ってますけど食べます？神様？5秒前に悪魔だと罵られた男ですけど。でどうします？2秒で行くわ。お邪魔します。うわ、超気が抜けた格好。機能性が一番よ、今さら君の前で気を張っても無意味だしね。そうですか、じゃあカレー食べましょうか。いただきます。ああ美味しい。アキラくん料理上手なのね。大げさですよ、カレーなんて誰でも美味しく作れるでしょ。え？え？ちなみに先生の得意料理は？コーンフレーク。それを料理と言い張りますか。立派な料理です。お世話になってばかりじゃ悪いし、お礼に明日の夕食は私が作るわ。よくこの状況でそのセリフ言いましたね。もちろんお断りしますよ。失敗だわ、命拾いしたわね。命奪う気だったんですか。ああそうだ、なら仕事が終わったら勉強を教えてあげるわ。家でまで勉強したくないですよ。そう言わないの、今からやっておけば受験の時に楽よ。勉強は貯金と同じ、必要になってから貯めようとしても遅いのよ。おお、奨学金で苦しんでる先生が言うと重みが違いますね。ほっといて。決めた、今日はとことん勉強させるから。もうお礼じゃなくなってますけど。疲れた、日付変わってるし、もう眠りたいところだけど。先生、当然のようにここで寝る気満々ですね。ええ、今から部屋に帰るのは怖いし。でも布団は一つしかないんですよ、また床で寝る気ですか。それは嫌、私は布団を要求します。じゃあ俺が床ですね。生徒の部屋にやってきて布団を奪い床で寝させる。教師の鏡ですね先生。皮肉のキレがすごい。わかったわよ、一緒に寝ましょう。まったく、わかれば。え？じゃあおやすみ。ちょっと。やはり意識がはっきりしてると大人のお姉さんの魅力に負けるみたいね。わかりました、じゃあ失礼して。え？本気？なんですか、やっぱり大人の余裕がないから無理ですか。なら出ますけど。全然余裕だから。ほら寝るわよ。強がったもののなんだか気になって眠れない。ねえアキラくん。はい。君が一人暮らしを始めたのは新しいお母様と何かあったから？え？突然ごめんね、君の家庭環境聞いたの。ずいぶん前にお母様が亡くなったことも、最近お父様が再婚したってことも。なるほど、副担任なら聞いてて当然ですよね。別に新しい母と不仲ってわけじゃないですよ、いい人ですし。じゃあなんで？なんででしょうね、親父が幸せになるのは嬉しかったんですけど、なんだか合わなくて。お母様はいい人なのに？ええ、実の母が亡くなってから俺が一人で家のことをやってきたんですけど、あの人が来てから代わりにそういうの全部やってくれるようになって。それはいいことじゃない？はい、でも妙に居心地が悪いっていうか、居場所がなくなった感じがするっていうか、自分でもわからないけど耐えられなくなったんです。そう、それで事故物件が出たのをいいことに家を出たと。
そんな感じです。俺も向こうもうまくやりたかったのに、不思議とこうなったんですよね。それはきっと君が人に甘えるのが苦手だからよ。かもしれません。あまり深い人付き合いができない人間ですから、きっと俺は根が冷たいやつなんでしょうね。違うわ、君は今まで人を支える側にいたから甘え方がわからなくなってるだけ。今までよく頑張ったわね。先生、甘え方がわからないなら練習すればいいだけ。これからは先生に甘えるといいわ。いつか君がちゃんと自分の家に帰れるように。ああ、そうか。もしかしたら先生が今日俺の部屋に来たのはこの言葉を伝えるためだったのかもしれない。じゃあ手つないでもらっていいですか？ええ、いいわよ。懐かしい。こんなに安心できるのはいつ以来だろうか。おやすみ、アキラくん。その日、俺は昔の夢を見た。まだ俺が素直に甘えられていた頃、母親が笑顔で俺を抱きしめてくれた夢を。遅刻する！今日職員会議なの完全に忘れてた！昨夜の面影がまるでない。あれは俺が寝ぼけて見た夢だったのかもしれん。朝ごはんは抜きか。つらい。あの、一応サンドイッチ作ったんで、職員会議の後にでも食べてください。本当？助かる。まあ自分の分のついでなので。ありがとう、アキラくん。じゃあ今夜の夕飯は私がご馳走するわ。一緒に外で食べましょう。あ、はい。じゃあお言葉に甘えて。うん、じゃあ行ってきます。君も遅れないようにね。行ってらっしゃい。抜けてるところもあるけど、この先生と一緒だったら俺の欠点もいつか治るかもしれない。そう素直に思えた。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。